では第4話いきましょう。帰れ季節よこの胸にです。そうです、今回はね4人の完熟の四天王がね来ると、それが来るらしいんですよ、完熟四天王が。一人目の兵士は秋を、じゃね、夏の気分で、この兵士は秋の気分になっている。農民は秋と言っている。お正月までやってきた。また新しい年が始まりました。サンタまでやってきた。夏、秋、冬がやってきましたね。完熟大魔王ね、タコにも、いやいかにも、そうですか、そうですか、もういいよ。これこそ我がしもべ完熟式王の能力。完熟式王フグもいて、ほんとくどいんだよね、くどすぎるんだよね、春夏秋冬4つの季節を司る完熟者たち、季節を自由に操るという、あ飛ばしちゃった。美しい四季折々の情景を味わうことすらでき、いや逆にできてるんだけど、すでに四季王たちはそれぞれの牙城を完成させておる。どの四季王から戦うかは諸君に選択の権利を与えよう。季節を失うというこという恐怖と絶望を味わうがよい。これが完熟、この完熟大魔王の怒りに触れてしまった報いと知るがよい。笑ってるよ、もういいよ、だと思ったよ、顎外れたんでしょ。まあとりあえず4つのボスを倒すと、で途中に兵士の完熟の兵の城があるからそこも攻めて、まあもうまあみんな蹴散らせばいいと、いうことですね。まあ4人のボスがいるっていうのはあっちゃきついんですけどね。で季節というものは夏という春と秋とそれぞれ対をなしている。戦う時期をうまく利用すれば勝てるやもしれん。ああなるほど、でも1年も戦う気ないんだよ。夏秋冬春が抜けているような、真ん中にいるよ、先に言うけど。あなたが春でしたか。大魔王もくどいけど、これもくどいんだよね。これもくどいんですよね。まあいいんですけどね。それがいいんですけどね。さあ、行きますか。
カペリーニセーブ、ナストリーニタルタル、こっち行く。主人公なんとかなるでしょう。なんともならないな。あ、ちょっと待って、カッペリーニのとこ行く。危ない。はい。はい、行け。大丈夫かな。はい、落ちた。よし。いる。ちょっと無理かな。大丈夫かな。卵使いたくないんですよね。頑張れ頑張れ頑張れ。よし、卵持ってる、卵持ってる将軍はその奥の手を使えないので、自分はこうやって直前で出迎える感じで切り札持たせて対処してますね。このパートは数ヶ月かかるでしょうね。雑魚将軍が出た。一般の兵士より HP が低いフェデリーニさん。これがボスの城なんですけど、これが端っこにあるんですね。それが4つの方向にあって、そっからも兵将軍が出てくるので城を開けられないんですよね。左下行ってもいい、いいような気もするんだけど。ああ、下もいるのか。下もいるんじゃダメだな。ここの敵は卵持ってないね。アポロンがいる。ね、アポロンはまずい。アポロまずいな。よし。やることない。やることないので。で、あの次の月に行ってください。
き将軍と生きのいいのとではどうだ。アポロンは今出てるからいいのくれないでしょ。リーキ将軍そこそこ使えるのでダメ。誰だったんだろうな。はい、築城しましょう。アポロンがないるからな、あんまり意味がないんだよな。切り札買う。ただ将軍募集はしましょう。ロックフォールいらない。アンディーブいらない。バーミセリちょっといるかもしれない。でもいらない。基本みんないらない。ミルフィーユいらない。ポセイドンいる。エピーもいる。ポセイドンちょうだい。よし、あ、違う違う。あ、いいや。しかいない。ナストリーヌしかいないのであれば、ちょっと待って、ここ危ないな。負けたら諦めるってことで一手積んで、はい。落とせよ。はい、負けたら白諦めます。白1個諦めるというか、また攻め直す。アポロン強いですからね。よし、でガチで殴り合ったらゼウスよりちょっと強いので、そう、それでちょっと怖くてね、いけませんでした。いけるかな、バーミセリ。こことここ攻め、頑張れ。いけるかな。よし、あと2つ。ここに、誰だっけな。ミュスカでも向かわせ。 OK、 ここを注意してみて。バジルはもうボタン押さなくても OK です。
2人いるんだよね。あ、ブカッティ、あ、2人違うか。いいや。あー、卵。卵持ってない将軍が、敵の卵が、敵が卵もう壊れてなかったりした状態で勝つと一発エッグをもらえるので、ちょっと欲しかったんだけど、しょうがない。よし、グリグリ。あ、落ちてる。あ、いいのか、いいのか。あとは敵のボスの城に行くだけなんだけど、人が足りない、人が足りないですね。季節と対になっているボスを倒せばいいんでしょ、の方がいいんでしょ。4は2年1の月だから、夏どこにいるんだ、誰がいるかわかんないんだよな。アバードモドキがかなり強いんですよね。ミスカデさん行ってみるかい。うん、今1の月だから夏のボス、夏のボスが弱いんかな、弱まってるんかなと思うんだけどね。まあ行ってみるしかないよね。まあ基本は同じ感じで、いろいろやって、いろいろやって、将軍雇って、かな。アポロンデロ、部下手にでもいい。いや、うわうわ、うん。勝手にいいのかな、あんまり良くない気がする。まあ取れたからいいや。アポロン来い、アポロン来い、アポロン。うわー、まあいいか。卵持ち、うわー、ゴミ。アポロン、うわ。卵持ってない、こういういらない武将どうしようかな。特攻させようかな。あ、これは
この夏じゃないな、枯葉って言ってるから秋だな。秋を司る意識をフォーリシア、生きてるって辛く悲しいでしょ。うん、秋か。まあ、四天王ってあれですよね、あのファイナルファンタジー4のあれをちょっとパロディしている感じなんですよね。うわー、えぐいの手だな。やめて、ちょっとやめて。あ、でもあんま強くないな。よっしゃ、見たい。どんぐらい食らってんだろう。60ぐらい。てか、なんだそのセクシーな食らい方。意外と前線してる、意外と前線してる、意外と前線してるよ。ミュスカで君には、ミュスカデさんにはちょっとね、あの特攻してもらう。半分も減らしてるな。十分よ。あとちょっと将軍多くなるんでね、減らします、間引きます。使える将軍だけっていう形でいきたいと思います。卵持ってない、いらない武将は、武将じゃない、あの大名じゃなくて、あの将軍は、うん、犠牲になってもらおう。という作戦でいきましょうね。ほんといらないんだよな、卵持ってないの。あ、使えるな、ブカティーニ。ブカティーニさん使えるな。エシャロットいらないな。趣味ローラーブレードってまた。はい、オッケー。釣っている。カシューも行こう、カシューも行きましょう。とりあえずこのパート中に1個取っとこうね。うわー、ポロンまた出てきた。エビフリア、エビフリアじゃない、ドラゴンフライ。
使ってない。次も卵使わないでくれると当てて当てられ卵使うのよ、うん、勝ったがや、頑張ったがや。よし頑張れ。あ、勝てない。僕の手ね結構使えるんですけど、外れるとき外れるんで、そうなるとこっちがごっそり兵士いなくなったり大ダメージ食らうので、ちょっとね爆地的な要素がねあるんですね。なんとかもどきとかは基本使えるので使う、うん、そのときはいいんですけどね。さあ200ぐらいの回復し、ちょっと自然回復とかするから大丈夫かな、うん、ナメクジか、ナメクジか、大丈夫かな。うわー痛い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 、ちょっと一発、そうそうそう、よし、お強っ、でもダメ、うん、頑張れカシュー、汚い卵です。うわ動かざる、動かざるか、うん、動かざるはダメなんだよ。カシュー使えないから逃げませんよ。招きますから。誰？弥生。やばいな。何しに出てきた。くらい当たない。まあ、12、十分十分十分だよ。お、すごい、素晴らしい、素晴らしいな。まあまあね、うん、よく頑張った。また雇える時が来たら雇ってあげるよ。うん、さあアシストしてくれたので、あとは無人のゴールにシュートを打つだけ。よし勝てる。まあ、このボスそんなに強くないんですね。他のボスに比べたらあんまり、うん、弱い方かもしれない、うん、他が強いんだよな。炭、よし、これ倒して終了。
ですかね。なんで避けられる。痛えがや痛えがや。シャチホコだから名古屋弁。痛えがや。勝ったがや。ガヤガヤ言ってます。はい、ということで今回はここで終了に終了にさせて、まあ、さらっと倒しましょう。危ないな、危ない。ということで今回ここで終了にしたいと思います。あと3人ですね、左上以外のボスを次に倒したいなと思います。ご視聴ありがとうございました。